ブド4、45機、胴体保存二2007年中リヒ市交通局の車両と並ぶブド4、45五2008年フォルヒ鉄道ブド4、49から10系電車は、スイスの主要都市中リヒ近郊の私鉄である、フォルヒ鉄道で使用されていた2等、荷物、合わせ作り電車である。なお、本機は、CFE4、4型の9から10号機として製造されたものであるが、 1956年、62年の昇号改正により、武道4、4型9から1号機となったものである。スイス最大の都市中立比で、現在では、中立比 S バーンの S18 系統として運行されている施設である、ホルヒ鉄道は1912年の開業以来、二軸単車である武道に、21から5型と、車軸配置 A1A で、 自己相打台車装備の武道に36型といった全長12メートル級の小型車で運行されていたが運行頻度の増大と輸送力の増強によるサービスアップを図ることとなり1948年に CFE44 型級から15機として導入された全長16メートル級の二軸ボギー式3等に物、つ合わせ作り電車が本形式であり スイスの鉄道における1956年の客室等級の1から3等の3段階から1から2等への2段階への統合とこれに伴う、称号改正により、3等室が2等室となって、形式記号も C から B に変更となって形式名がブーフ4、4型となり、さらに1962年の称号改正により、荷物室の形式記号が F から D に変更となったため、 形式名がブド4、4型となっている。本形式は、車体、台車、機械部分の製造を、SWS、主電動機、電気機器の製造は、魔法が担当しており、初期の軽量構造の構成車体に抵抗制御と直流電動機を組み合わせた制御装置を搭載して1時間定格出力 294kW、牽引力 30.4kN を発揮し、 直通運転先である、チューリヒ市交通局のチューリヒシタデルホーフェン駅、レイアルプ間の電化方式直流 600V とフォルヒ、鉄道レイアルプ S 輪玄関の直流 1200V に対応した、副電圧車となっている。なお、各機体の基盤、製造年、製造所は、以下の通り、C11 号車を経営した、ブド4、45号機による、チャーター列車、2007年、 ありがとうございます。